今回は神戸です。神戸の神戸ワイナリー、秀逸な日本ワインを作られる神戸ワイナリーさんにお邪魔してきました。どのようなワインに巡り合うことができるのでしょうか。ご覧いただけたら幸いです。はい、皆様お疲れ様です。お酒の塾上です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は神戸です。兵庫県の神戸の神戸ワイナリー、神戸ワイナリーに到着、お邪魔させていただいてます。どのようなお酒に出会うことができるんでしょうか。今日もがっつり飲んでいきましょう。神戸ワイナリーには兵庫県の中心地三宮から神戸市営地下鉄の終点静清中央駅、そちらからバスおよびタクシーで向かうことができます。久しぶりの訪問になります。今回はどのような神戸ワインの魅力を感じることができるのでしょうか。カベルネソーヴィニョンが栽培されております。神戸ワイナリーさんは1983年以来、自社のぶどう畑、そして神戸市内の契約農家のぶどうを用いてワインを醸造、日本ワインを作っておられるワイナリーさんになります。ワイナリーの建物、クラシカルですね。クラシカルで良くてですね、私なんか落ち着くんですけど、こちらはブドウ畑ですね。黒ブドウはカベルネソーヴィニヨンがメインで栽培されておられましたね。その他神戸ワイナリーで使用されるブドウはカベルネソーヴィニヨン以外では、黒ブドウはメルロー、白ブドウはシャルドネ、そしてシナノリースリングですね。そのブドウ品種が扱われることが多い、そういうワイナリーですね。すごい、ひまわりがすごい。そして神戸ワイナリーの中ではですね、クラシカルな建物の中にこのようにシンプルな見学通路を設けておられます。シンプルですけど、さまざまな学びを教えてくださるそういう見学通路ですね。このようにですね、ところどころには昔の設備、お酒の塾長の目的地の一つとしてはですね、ワイナリーショップで有料シーンのワインを頂戴しに来ました。
神戸ワインといったらベネディクシオンですね。ベネディクシオンのシリーズ、ブランとルージュ、いわゆる白ワインと赤ワインですね。ブランの方は神戸市産シャルドネを使っておられまして、すごい良かったのは、柔らかくて焦がしたバターとかバニラのような、そんな雰囲気ありましたね。そして落ち着いた深いコクが豊か、アルコール度数が控えめ、アルコール度数も優しいのが気に入りました。そして一方、赤ワインでありますルージュ、こちらは神戸市産のカベルネソーヴィニヨン、そしてメルローを使用しております。濃いガーネットの外観、小梅とかジャムとかチェリーとか赤しそを彷彿させるような、そのような香りで、タンニンが深くて柔らかい、バランスよくて落ち着いた赤ワインでしたね。ワイナリーショップで購入した白ワイン飲んでいきましょう。神戸ワイン、神戸彩りシャルドネ白辛口ですね。オープンしていきましょう。色ゴールドですね。黄金色を呈するイエローという感じでしょうかね。じゃあ失礼いたします。すごい凝縮したパッションフルーツですね。パパイヤ、パイン、マンゴーがもっと落ち着いた感じ。カスタードクリーム用の雰囲気もしますね。飲んでいきます。非常にまったり、酸味と甘みのバランスが落ち着いて調和してる印象ですね。落ち着いた甘みのボリュームがね、もわって出るんですね。酸味が穏やか、コクがありますね。コクがあってね、非常に深いディープな感じですね。落ち着いたディープな印象、酸っぱいよっていうことじゃなくてですね、甘さ、酸味、旨味、それも控えめなものがね、バランスよく調和してる、非常に手を取り合ってるっていう、そんな一品。いや、神戸ワインいいですね。神戸のエリアだけで栽培されるワイン、シャルドネを使ったこの銘柄辛口、日本ワインの実力を再認識することができましたね。これはうまいね。神戸ワイナリーにはカフェがあります。ワイナリーカフェがありまして、こちらでグラスワインを頂戴することができます。この日伺った時にあった銘柄はセレクトです。神戸ワイナリーの重要な
銘柄シリーズでありますセレクトの白ロゼ赤、白ロゼ赤ですね。白ワインはですね、神戸産のシャルドネと出ました。シナノリースリングですね。これはキッコーマンのグループ、醤油のキッコーマンのグループのマンズワインが独自に作ったブドウ品種シナノリースリング。そしてこれはね、ロゼのセレクトですね。ロゼ、外観色が濃い朱色、美しいですよね。神戸産の黒ブドウを使用してですね、出来上がったこのロゼワイン。そして赤のセレクト、赤のセレクトですね。こちらはですね、ライトボディながら神戸産のカベルネソーヴィニヨン、そしてメルローを使った神戸ワイナリーの素敵なワインになります。すごいブドウ畑。全然涼しい。上着バス停到着しました。新姫バス、農業公園静新中央駅前駅、神戸ワイナリー。私にとっては妖艶たる魅力がある、クラシカルで昔ながらのどことなく懐かしいワイナリーでした。とても美味しく頂戴できました。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。おっさっけーの塾長でした。塾長っぷ塾長っぷ塾長っぷおっさっけー。